皆さんこんにちは、ネイリストリサです。本日はこちらのチェックネイルをセリアのジェルを使ってやってみたいと思います。使用するお色はこちらのセリアジェルのホワイトとスモーキーピンクとピンクを使って作ってみたいと思います。それではスタート。はい、ではベースを塗っていきたいと思います。ライトに入れます。はい、ではまずはじめに親指と中指にホワイトをのせていきます。ではこちらスモーキーピンクを人差し指と小指に塗っていきます。薬指にピンクをのせます。はい、ではライトに入れます。では2度塗り目塗っていきます。
ライトに入れます。はい、では1回エタノールで未硬化ジェルを拭き取ります。こちらパレットを用意します。今回チェックの模様を描く筆はこちら100円ショップでも売られている細筆で描いてみたいと思います。ではスモーキーピンクとピンクの色をパレットに出します。こちらで描いていきたいと思います。ではまずはじめに中指に描いてみたいと思います。では薄色からのせていきます。こんな感じで薄くて大丈夫です。ではライトに入れます。はい、では次に縦のラインを入れていきます。ではまず薄色から。はい、では次に白のジェルで線を描きます。スカーフではこういった感じの細筆があれば細い筆で描きます。ない方は用紙でも大丈夫です。ではこちら先ほど描いた線の横に線を描きます。
の線を描きます。ジェルを拭き取ったので、この5本全部乗せて大丈夫です。乗せていきたいと思います。ではベースを薄く引きます。では今回はこういった感じでは今回はこういった感じのパールを乗せていきます。親指もチェックを乗せて5本完成になります。薬指のパーツがあったりゴールドのラインテープを乗せることによって全部100円ショップで揃えたとは思えないぐらいの完成度に仕上がったと思います。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。